いいでしょ。めっちゃ大きいのこれ。ほんまだ、何倍もある。これね、上もね長いんですよ。これえ、ありがとう。 F 検査めっちゃ寝てた。これでもなんていうの、ライトがないからさ、めっちゃ顔が暗く見えてやだやだやだ。ライト、ライトどこだよ。ライトないんかな。めっちゃ出ました。嬉しい。デカボリスちゃん連れてきたよ。うん、ライト持ってきてない。だからめっちゃ暗いんだよね。そう、姫路城、姫路城ナウです。ちょっと待ってて。ないんだ。なんか電気が、これあ、これさ思ったけどさ、団地の暗いやつか。あ、暗かったかな。これちょっと明るくなったかも。あ、明るくなってくんじゃない。ちょっと明るくなったんじゃない。あ、でもそんなことないか。嘘、何が挟まってる。何が挟まってる。嘘、どこに挟まってる。しまっときなさい。世話人として働いてるってマジどういうこと。しまっときなさい。しまっときました。あ、明るくなった。え、本当に嬉しい。しまっときなさい。ちょっと待ってね。あとお腹めっちゃ、これもーちゃん、ちょっと待って、お腹めっちゃ。どうしよう、どうしたらいいの。まあいっか。免許更新した？まだ。まだ。免許更新してないよ。やばいよね。でも今スタッフさんにこの日お休みしてもいいですかって聞いてるから大丈夫だよ。ちくねさん静かね。寝てたからね、さっきまで。爆睡してたから。大丈夫、ちゃんと行く。ちゃんと行くから大丈夫だよ。これアイドル王ってやつ何これ。これ何。結婚してありがとう。いいよ。
そう、もう更新なの、めっちゃめんどくさい。ごちゃ聞いてきてました。え、嘘、嬉しい。今おしゃべり会あるから、おしゃべり会来て今おしゃべり会あの申し込み中だから来てよ、話そうよ。ごちゃの改善点教えて。こんばんは。あ、そうだそうだ、本日のね23時59分59秒まであのサイン入り生写真が誰でも当たる CD が申し込みあるんですけど、皆さん申し込んでくれましたか？ももかはね、あのチャットでもメールでも今日送ったように、私はあの何枚もね申し込んだ方が同じやつ当たったらちょっとかわいそうだなと思ったから、メッセージを入れようと思ってるから。そう、でもそのメッセージはランダムです。だからいただきますとか、ももちゃんとお出かけなうとか、なんかいっぱい本当に活躍できる感じで私は書こうって考えてる。え、嘘、マリナさんとセットでありがとうございます。そうだから、そういっぱい工夫して書くし、一枚一枚丁寧に書くので、ぜひみんな申し込んでね。ももちゃん一枚一枚本当に丁寧に書きますよ。こんばんは。ペットいないよ。ペット欲しいねんけどな。同じのは来ないといいな。ちょっとね、ちょっとでも変えようと思ってるから。誰宛てとかは多分分かんない気がする。分かったらねいいんですけど、被らないように私も書くんでいいんだけど。え、何枚か、え、どうしようかな、種類何にしようかな。でもめっちゃほんまにいろいろ考えてる。なんかさっきファンの方のメールの案でもこれいいんじゃないっていうのあったから、あ、確かにと思ってどんどん追加してるから楽しみにしといて。そう、名前ね書けへんからさ、確かにね、ちょっとそれはね書けたらよかったのになと思うけど、うん、何枚書くの？うん、まだわかんない、それ今日までだからわかんない。そう、みんながねちょっとでも、あー、よかった、これだって、なんか開封の時も楽しめるやん。あ、これちょっと持ってないかもとか、あ、このセリフ持ってないやとか、楽しんでもらえるかなと思ってめっちゃ考えました。なんかそう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 、すごく楽しみ。ありがとう、嬉しい、やった。飲みすぎないでね、高橋飲まへん人のとこに当たったらどうしようじゃあ、あん、分かった。じゃあ、ももかの、じゃあ、ももかのセリフ、セリフも中には混ぜときますね。セリフというか、自分の気持ちみたいな。なんか、例えば、なんか、いただきますとか、お出かけなうとか、書くけど、たまにはももかの独り言も挟みますね。申し込みました、ありがとうございます、嬉しい。めっちゃ汗かいてるから汗の前髪が出てくる。ありがとう、みんな一枚一枚ご丁寧に書きます。おいたんおいたん、分からん人おったらどうしよう。あと強めでお願いします分かった、じゃあ怒られない程度にしますね。なんか最近二重幅がめっちゃ、あのさ、めっちゃ言いたいことが、そう、兵庫も暑くて、兵庫もっていうか兵庫の方がめっちゃ暑い、新潟より。私新潟より兵庫の方が暑いなって思った。もうね、めっちゃ暑い兵庫。こんばんは。
新潟も暑いんか。でもね、いつも新潟はそんな、でもまだ大丈夫かもって思うけど、今日の兵庫やばい。なんか兵庫暑って思った。確かに名前入れたかったなんかも。実家から配信しても可愛いね。嬉しいありがとう、嬉しい。明日ね、私ね、本当はねユニバに行く予定だったんですけど、なくなっちゃった。行きたかったな。まあ仕方ないね。そう、ユニバに行く予定だったんです仕方ないよ、許す許す。そうなの、行きたかった。もう一人で行こうかなと思ったけど、一人やったら楽しくないから。だってユニバ、あのね、ここの先輩のね、女の方、女性の方がね、女性の方って言い方なんかおかしいなんかね、そう、久しぶりにね帰るから一緒に行こうって言われてたんですけど、行けなくなっちゃったみたいで。そう、ちょっとね、高校の先輩って言ったら男の方なんじゃないかってなんかなっちゃった、なっちゃったらね、ちょっと嫌だから女の方って言った そうなの、行けなくなっちゃってね。だからしょうがないから、明日はお家でのんびりゴロゴロしてきます。やばい、汗かきすぎてめっちゃ気持ち悪い。 NNB 劇場ね、行きたいんだけどね、私の行きたい公園じゃなかったの。私、天使のユートピア公園に超行きたくて、行きたい、天使のユートピア公園行きたい、めっちゃ。よっかなね、出張公演あったらもう絶対に NNB 劇場は張り切ってね、行かせてくださいもう強い太い声で行かせてくださいって言います。私が行かせてください、関西魂を見せるので。夜ご飯はハンバーグとエビフライとお肉、美味しかったかっこいい、かっこいいやろ、行かせてくださいって言いますね。行きたいな。そう、あと今日はね、おばあちゃんち、結構ガッツリ食べたね。でもなんかね、胃袋がほんまにちっちゃくなったか分からへんねんけど、もうね、なんかエビフライが3本あったんです。で、ハンバーグが、ちっちゃいハンバーグがあって、お肉があったんですけど、お肉も3個、この切り3個食べて、ハンバーグこんなちっちゃいやつ食べて、エビフライ3本、めっちゃ長いんですよ。こんな大きいやつがドンドンドンって3本あるんですけど、1本食べてもうお腹いっぱいでした。前までやったらね、もうエビフライとかもうこんな大きいやつ出てきて、もうペロリペロリと食べてて、ハンバーグもおかわりしてたぐらいなんですけど、ちっちゃいハンバーグでもね、なんかあ、お腹いっぱいって言った。お腹いっぱい食べれませんってって言って
もう無理だって言って残させてもらいました。ごめんなさい。もうね、本当に私最近本当胃袋が本当多分ね こんなんなんですよ。胃袋が本当にすぐにお腹いっぱいになるんですよ。そう、胃ちっちゃくなった。そう、一平な、一平食べる。そう、あざといやろあざといやろ。あざといとか本当にどうでもよくて、本当に私はいっぱい食べたいのに、なんか食べれないんです。なんでと思って、絶対食べたいのに食べれなくて、なんか絶対残したくないのに残しちゃった。多分夏バテしてますねこれ。なんか立っててもすぐになんか目の前が真っ黒になるんですふらってするんですよ。だから多分あ夏バテなんやろなって思いながら、そうそう、きっと夏バテでもすぐに治る。代わりに私がね、ありがとう。ん、偏見、嘘でしょ、絶対違うよ、絶対違うね。私昨日めっちゃお肉食べたんだからめっちゃお肉食べたんだから。こんばんは。ねえねえ、今何時かわかる？みんなこのお部屋時計がない。あ、9時46分、ありがとう。じゃあ昨日は焼肉、昨日何牛やったっけ、松坂牛じゃなくて、え、何やったっけ、うーん、昨日ね、もうめっちゃ高級なやつ食べましたよ。え、何やったっけ、思い出せへん。お母さんお母さん、神戸牛じゃない、何やったっけ、牛の種類って近い牛、違う、な、え、な、な、丹波牛、違う、え、なんやったっけ、黒毛和牛じゃない、なんやったっけ。お母さんね、今ちょっとお姉ちゃんと電話してんねんな。これ、これなんて読むやろ、と、と、と、え、とや、とから始まってた、と、と、え、読み方がわからへんか、読めへんか。お母さん、何牛？米沢牛。あ、米沢牛か。待って。これ、うん？ごちそうさまでした。あ、はいはい。待って。これをだけ言いに来ました。すいません。うん、ごちそうさまでした。はい。米沢牛でした。すいません。米沢牛を食べました。ごちそうさまでした。ああ面白い。でもね、本当になんか焼肉、焼肉って私硬いイメージっていうか、なんて言ったんやろ、普通に全然食べれる硬さなんですけど、米沢牛食べたらもうね、やばくて、もう口に入れた瞬間にとろけるんです。え、とろけましたけれどもと思って、めっちゃ美味しかった。そう、めっちゃ美味しかったです。とろけてて、あ、とろけてるって思いました。そう、歯がいらない。
なんか低いからちょっと見にくいな。千枚も食べた。千枚合ってる？千枚。千枚とホルモンもあって食べた。私千枚めっちゃ好きなんです。ホルモンも美味しいよな。見た目がえもんかも。最初見た目さ、なんかちょっと食べれるかしらって思ったけど、意外とね美味しいんですよ。私ひねぽんも好き。サホがどんぶかな、楽しみじゃん。ほんまにサホちゃん。私は最近サホちゃんに会えてなくても本気で寂しい。なんかこんなにサホのことが好きなのに。嬉しい。結婚してありがとう。結婚しようね。私はこんなにもサホのことが好きなのに。どうして会えないの？なんで？なんで会えないの？会わなかったよ。サホと全然会ってない私。サホと8月の本当に下旬から会ってない。サホ、サホちゃん、サホちゃん会いたいよ。でも電話はしてるよ。サホと、サホ、サホちゃんと会いたい。サホちゃんに会いたいか。もーちゃんは公園出るって友人の公園行こうか迷ってる。18日のことかな。おいでおいでおいで。18日おいで。14日は会えるんじゃない。14日会えるね。14日にやっと会えるね。サホ、サホ14日まで待機だよ。そう、そうなんだ。14と18行くよ。よっしゃやったーとかなくて、よっしゃ楽しみにしてます。14日ってあれ、おしゃべり会やっけ。おしゃべり会楽しみ。おしゃべり会みんな来てくれますかね。なんか次こそはおしゃべり会絶対にマリナさんと写真撮りたい。25日の公演。25日か。18日来たらいいのに。取り付けのなるとないか。いっぱい来て。そうなんだ。配信でサホちゃんがおもちゃにめちゃ痛がってた。両思いじゃん。サホ、サホ両思いじゃん。じゃあ来てよ。サホが、サホ正午来て、サホ正午に来て、私の部屋で一緒に寝よう。本当に？お話し会か。待ってます。いけんです。また来てね。でも超楽しみ、楽しみなことがいっぱいありますね。
なんか最近一気に視力が落ちたなってめっちゃ思う。なんか全然見えへん。さおちゃんが今から姫路行きたい。来てよさほー来て。まーちゃん遠くにいると思う。なんか寂しい。そうだよね。それな。じゃあ来て。目悪い目悪い。なんか全然見えへんくなってもうた。なんでやろう。コンタクトとかもそんなずっとしてないねんけど。あ、さほちゃん配信中。おー、そっかそっか。あ、そうだよ、 NST 祭りも4期生出ますので、来て来て。 NST 祭りも来てほしいな。 NST 祭り来て。よろしくね。ももちゃんのペンライト振ってくれる。あ、うちは振ってくれる。おお、嬉しいだけです。おお、そっかそっか。サホが会いたいって。じゃあ来なよサホ今から来て。多分まだ間に合うよ。来て、サフちゃん。小判ありがとう。今何分？ピンク緑を振りますね。嬉しい。めっちゃ嬉しい。絶対見つける。もうね、絶対見つけるね。もう全員見る。あ、全員見ますわ。 NST 祭りも公演も。ユニバ行きたい。今日目がちっちゃいな。全員ガン見ね。振ってくれてる人には全員ガン見するよ。私のうちは持ってない人はガン見しないよ。ちょっとだけ見るちょっとだけは見るけど。プー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 プルプー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 。チラッと、もうね、全然チラッとしか見ない。チラ見したい。してして。うん、うちは持ってます。お、フリフリしてください。目がハートになって見れたらガミしてくれる。いや、私のうちはかなんか持ってくれないと私は見ないこんばんは。だってせっかく持ってきてくれてる人がいるのに、他の人見てたらその人がね、もったいないっていうか、かわいそうじゃん。だから見ないよ。それとか私のファンの方って分かってたら私は見る。ネームプレートしかないです。見る見る。そうなんだ、言ってたんだ。じゃあどこでもドア開発して、サホちゃん。じゃあめっちゃ動画強いコンタクトつけていくね。持ってないのがアメされたら釣られて次作ってくるかもしれん。うん、確かに。見るよ、全然見るけど、ガン見はしないと思う。多分ガン見は多分なんかそんなことできない気がする。そう、多分ね、できない気がするの。
なんだって。もしも、もしももちゃんがこっちを見た時に他の目を見たらももちゃんどうなる？え、私よくありますよそれ。え、でも全然どうも思わない。そりゃ推しの、推しの方が、推しの方が見たいよ、この代わり。だから全然どうも思う。 OK、 全然 OK、 全然よくあることなんで。姫路城ですか？姫路城だよ。当日券が販売するからももちゃんのがあったら買って会いに行くね。わーい、待ってるね、言ったよ。そうか、ももちゃん、もうめっちゃそのコメント来る。もう私も会いたいって言ってんの、ずっと、ずっと会いたいって言ってんの。もうね、サホと全然会えてないの今。もうね、私はこんなにサホのことが好きなのに。サホちゃん見てる今。サホちゃん LINE 打ったから LINE の返信して。寝肌になっちゃう。退屈しちゃうし、どうやって帰ってきて会えるやん。違う、今会いたいの、今会いたいの。うん、そう、配信終わったから今、今なの、今会いたいの。俺はサホちゃんだと思ってコラボ配信ではダメなの？え？確かにコラボ配信したい。え、コラボ配信したいな。できんの？あー、今は無理だよね。え、やりたかったな。やり方わかる？わかんない。やり方わかんない。またやるわ。じゃあサホちゃん、またやろうね。わかった、今度やるね。めっちゃ鼻水出る。ちゃんとカバー外したいもんね。うん、いつも外してない、いつも外してないけど外しちゃった。マイナさんとコラボしたら緊張します。当たり前じゃん。コラボはちょっとできないわ。うん、あ、確かに泣きべそに似てるな。確かに。何時までしようかな。何時までしよう、何時までしようかな。今日迷う、どうしようかな。何時までしようかな。あ、サホから返信来た。
全然配信とは関係ない内容だけど、実家でまったりしよう。確かに今何時だっけ、10時5分とか。じゃあ10時15分まで配信します。え、当たってんだけど、怖っ怖っ、すごい、私は天才なのかもしれない。結婚してありがとう。いいよね、当たったね、すごっ、天才。やばい、時間当てただけでめっちゃ褒められるんだけど。優しいね、みんな、みんな優しいねやばい、みんな優しすぎるよ。高く当たるんじゃない、当たるかな、買うかな。優しいですね、本当に。なんでそんなに優しいんだ。え、優しいね、みんな優しい、やばい、超優しい、優しすぎるね、優しすぎる予定だ。買わないよ、時計当たったぐらいで買わないよ。勉強頑張れ。チャットでさ、どんな写真送ってほしいみんな。ごめん、マイクのとこ押さえてた。うん、押さえてた、めっちゃ。親子のスリーショットいらんやろ、絶対、絶対いらんやろ。チャットの顔、そう、優しい。あ、ありがとうね、たま、よかった。え、本当にありがとうございます、嬉しい。はい、メイクレシピのデータ消えました、もうやめます、私は加工は向いていない。姫路はいかがですか。いいですね、やっぱり。めっちゃよかった。え、めっちゃ褒めてくれる、ありがとう。生写真は11時59時までです。なのでゴダソロ食べてないよ。明日俺配信、うん、生写真のサインぜひ申し込んでね。もう適当になんて絶対書かない、もう1枚5分かけていや、わかんない、ごめん、嘘言ったかもしれない。待って、誰か待って、汚い、お父さん汚いです。お父さんがちょっと帰ってきて、汚い、お父さん本当に丸聞こえなんでしたね、汚い、マジでびっくりした。お父さん汚い、マジで汚い、ガチ汚い、すごいですよ、あの人本当に汚くて尊敬します。お父さんだってあれですからね、本当に
配信始まった瞬間に聞こえなかったですか？聞こえなかったらいいんですよ。ごめん、あ、そっか、洗濯物一緒に洗ってあげて。でも洗ってるよ私。洗ってるよ私。お父さん結構好きですよ。お父さんが一回ね、配信中にね、私が配信始めた瞬間にお父さんが何したんやっけ、待って、みんな私のことそんな責めないで。お父さんはね、邪魔してやってくるからな、人。配信した瞬間にね、何したんやったっけ。あ、そうだ、お父さん配信した瞬間にね、ゲップしたの。あのね、本当にいつもこれはわざとなんですよ、お父さん。邪魔したくて。あ、そう、ゲップしたんですよ、お父さん。本当に邪魔しに来て、なんかちっちゃい頃から本当に これなんです。ちょっとでも映りたくてみたいな。どう思いますかこれ、本当に。なのにみんなは私がね、本当にやめてってガチで切れたら、お父さんかわいそうってみんな言うんだよ。私の方がかわいそうでしょ、どう考えても。ハートありがとう。何、始まった瞬間にゲップするって何、どういう嫌がらせなの。そうやろ、ももちゃんがかわいそうなんです。やのにみんながお父さんかわいそうとか言うから、もうももちゃんはもう、そう、娘大好きなんですよ、お父さん。もう娘大好きすぎて、もうね、ずっとなんかもう顔とか触ってくるんですよ。私がソファーでこうやってスマホ見てたら、もうなんかもう顔とかもこうやって、もうこうやって触ってくるんですよ。お腹とかポン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 とか、もう最初はやめて、で次にまた触ってきたら、もうやめてって言って、だけどまだやってくるから、もうやめてって言っても、もうこのさ、やめてはさ、キレてるやん、結構怒ってるやん。だけどまだしてくるから、なんかもうその次も無視するんですよ、触ってきても。で無視したらもうまだしてくるから、そこからなんかもう、昔はそこからもうプロレス大会の始まりでしたね。でいつも負けてるっていう、はい、いつもプロレスみたいな。で、いつも負けてました。はい、いつもこれですね。だから、本当に一軒家でよかったなって思う。もうね、本当にうるさいんですよ、夜。あ、ありがとう、スキャットさん。本当にこれ多分マンションとかやったら、なんか苦情来てる気がする。ギャーギャー、ギャーギャー言うんですよ。本当に。だから一軒家でよかったなって思う。しかもお母さんも参加してくるんですよ。お母さんもね、参加してくるんですよ。もう意味が分からへん。なんかお母さんもね、参加し始めて、本当に意味分かんない。絶対お母さん入ってこんでいいのに。お母さんも入ってくるから。そう、お母さんも入ってきますよ。なんならね、最近あのお母さんとお父さんがね、私昨日11時ぐらいにリビングでソファーの上でこうやって携帯触ってたら、なんかなんか
ソファーの下にお母さんとお父さんが寝転がってでなんか戦ってるんですよ二人で何をしとんって感じ。なんか戦ってるんです気がついたら痛い痛い痛いとか言い出してパッてしたみたいな戦ってるんですよお母さんとお父さんが意味わかんない感じでもうわかんないの、うん、何してんのみたいな。もうねよくわかんないでしょ戦っての2人で。で私がちょっとお手洗いに行きたいから一瞬ソファーをからソファーから立つんですよ。じゃあその間にお父さんがソファー取っちゃって寝転がって私がどいた瞬間にすぐ走っていって寝転がってソファーの上に。で私が帰ってきたらお母さんが私のためにお父さんを引きずり落としてはい、引きずり落としてでそこからまたお母さんとお父さんの戦いが始まるんですよ。はい、もういつもこれかわいいやろもう足から引きずり落とすお父さんお父さんかわいそうなんやけどあの足から引きずり落とされてた昨日マジでおもろくてほんまに騒がしい。うん決着つく。決着どうなんやろう。でもなんかあんまり興味なくて見てないよその戦いほんまにあんま興味なくてあんま見てないみんな。じゃあたまにな、モンカの方に来んねん、お父さんが。あ、でも私はなんかお父さんの嫌がらせを受けたら絶対あの足のさ、お父さんって足のえ、これ言って、まあいいか足の指に毛が生えてるんですけどそれを思いっきり引っ張ったらお父さん嫌がらせしてこないんですよ。お姉ちゃんはねもう違うところに住んでるからそう参加しないです足の指毛を抜いたらお父さんは本当に何もしてこなくなるのでそれかこしょばしたりする。じゃあ大丈夫。これは結構私の特技。そうじゃあもうおとなしくなりますまあでも一応こんなんなんですよ。うん技持ってる。これしたら勝てますので。めっちゃ眠くなってきた。さよでも負けじとまだやってくるってところがなんかもうねしつこさマックスですごいなと思ういつも。あっしつこいなと思いながら。立つかな。あ、立たないね。あ、危ね。でもお父さんほんまに桃香のこと男の子やと思ったらしいからお腹におるとき。残念残念でした。こんな厚かましい女が出てきました。残念ありがとうハート。
残念でした。今何分？トライして間違いだ。嬉しいことを言ってくれる。あ、19分なんや。もうじゃあ壇上でも読みますか。さ、13位ヒロ兄さん、ありがとうございます。12位ヒデオさん、ありがとうございます。11位タクゾウさん、ありがとうございます。10位大将さん、ありがとうございます。9位ディアマさん、ありがとうございます。8位ギリタンシオさん、ありがとうございます。7位カーモ F さん、ありがとうございます。6位ドストス担当の新しいクジランさん、ありがとうございます。5位マミマミさん、ありがとうございます。4位カズスケ D さん、ありがとうございます。3位タケルン、ありがとうございます。2位スキャットさん、ありがとうございます。そして1位が F ケンさん、ありがとうございます。はい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 、終わりです。ありがとうございました。短い間でしたけど楽しかったです。はい、じゃあみんなさようなら。明日はお礼配信しますね。ゆっくりしてね。ねありがとう。そうみんなめっちゃ優しくて、メールの返信でももちゃんの、ももちゃんを元気出してみたいな、もう優しくてありがとうございます。はい、じゃあみんなもゆっくり寝てください。明日も実家からですよ。バイバイ。あ、元気出して、出すね、ありがとう。あ、そうだ、最後に言っとくね。サイン入りの生写真、23時59分59秒59.59…までです。申し込みが絶対に公開します。申し込まなかったら申し込んでください。プチだからありがとう。おやすみおやすみ、ほなまたね、バイビロンバイビロン。そう、あとおしゃべり会も待ってます。ではさよなら、おやすみ、いい夢見てください。バイバイ。